髪でお悩みの皆さん、髪が薄くなっちゃったというね、30代40代50代の男性女性の方、いや今回ね本当に神様みたいな、そんなね、なんですかね、アイテムが出てますね。神サプライズです。このサプライズを試されているノクさんという方が動画を送っていただいたんですが、数ヶ月前ですね、一番最初に使った時の1回目に使った時でもうすでに効果がブワッと出てましたね。失礼ながら結構頭頂部から皮膚が見えている画像があったんですけども、1回使っただけでブワッとね黒く埋まってて、あすごいこう治療の効果だなと、育毛というよりも治療だなと思いますよこれはね。でそれ以来ずっと髪のね、密度が少しずつ濃くなっていって今に至るわけですけども、ついになんかね散髪に行ってくるみたいな感じになりまして、キリッとした姿がまた見れるかなと思ったら楽しみでございます。やっぱ髪っていうのはね、やっぱ永遠のテーマだと思います。やっぱり私たちはこうやって鏡を見るときにどこを一番いじるかって言ったらやっぱりヘアスタイルだと思うんですよね。で髪の毛が薄くなっちゃうとちょっとね残念じゃないですか。もちろん髪が薄くてもかっこいいね人はいますよ。ブルース・ウィルスみたいな、リー・リンチェとかね少林寺の人とかね、まあ、いますけども、でもやっぱり伸ばしたいなと思った時に伸びる髪の方が、まあ、豊かに楽しく暮らせるかなと思うんですよね。でその中で髪サプライズという機械があります。これちょっと高いんですけどね、購入するとなると300万するんですよ。で場所も取るでしょうし、やっぱりこう一戸建てに余った部屋があるよっていう方じゃないとなかなか設置ってできないと思うんですよ、まあ、ですので事業としてね300万を投じて初期投資をして家賃なり何なり払って集客をして紙サプライズを使っていただくって形にすればまだしもなんですけども、なかなかそうはねいかないと思いますから、まずはね体験をしていただいて、例えば自分の身内に髪の毛で悩んでる人がいたら一緒に行くみたいなことをしてですね、でその方の感想を持ってですねどうするかを決めてもいいんじゃないかなと思います。今回はノクさんの動画が非常に分かりやすかったんで、私も自信を持ってねお勧めできます。ただし個人差はありますので、なんだこれ効かないじゃんって方が出るのも確かなんですよ。ただ私は紙サプライズを使った人の実例っていうのは一人しか知らないんですよ、ノクさん。その一人中一人がうまくいってるんで、大いなるね、先入観でお届けしております。あとは自分で試すしかないかなと思ってますね。ノクさんありがとうございました。